インフルエンザの感染者が急増しています流行が県内全域で基準値を超えたため県は今シーズン初めて県内全域に警報を出しました急激な感染者の増加に県も危機感を強めています今月22日までの1週間に県全体で報告があった1医療機関あたりのインフルエンザの患者数は39.90人と 前の週の18.45人からおよそ2.2倍に急増10月では異例の警報を県内全域に出しました保健所別では四国中央が3桁124人と突出していて過去10年の県内の保健所の患者報告数として最も多くなっています県は 若い世代を中心に幅広い世代で感染が急拡大していると危機感を強めていてワクチンの接種など感染対策の強化を呼びかけています。